はい、ということで後半早速スタートしていきたいと思うんですけども、はい、皆さんお待ちかねのプレゼント企画でございます。イエーイ、イエーイ。わざとらしく持っている、はい、このじゃん4点全部ですか。そうですね、全部いただける。あ、全部ではないんですけど。全部ではないですね、はい、それで勝負して、はい、私が負けたらプレゼントさせていただこうと思います、はい、なるほど。私は勝てば、はい、もらえると。そうですね、ルール読み上げてる。マッチプレー対決で私が勝ったホール数でプレゼントの内容がグレードアップしてきます。で、勝利のホール数が0の場合はなし、はい、1回から2回勝った場合はこのカートバッグとクラブケースが1名様ずつプレゼント、3回から4回勝つとこのボストンバッグが追加になります。で、3名様になると。で、5回以上でキャリーバッグが追加される。全部で4名様ってことですかね。はい、最大4名様の視聴者プレゼントが私が5回以上勝てばもらえると、はい、いうことになります。はい、はい、やりちゃんは3回勝ったらアルチビューさんのインスタグラムのアカウントでライブ配信してると思うんですけど、はい、そうなんです。そこに私が出演するという、はいはい、私が勝ったら、はい、そうですね、っていうのをやっていきたいと思います。あ、それは嬉しいです、はいはい、頑張ります。はい、頑張るぞ。あパー5あれ？これだよね。チャンス。ナイスです。チャンスです。距離ぴったり。ぴったりです。惜しい。
それ入れてボギーね。はい。人の前で数え始めたね。勝負になると。さすがです。バーディーパット。負けになっちゃう。これを外したら負けだから。寝顔。ワンチャンやるから。危ない。危ない危ない。ヒヤヒヤするヒヤヒヤする。パーです。ボギーです。ヤードピッチングで打ちます。お前だね。いやいや、ナイスオンですね。ナイスオン。ありがとうございます。あ、ちょっと余裕の貫禄っすね。よでもパーだったらアリサちゃん勝ちだから。よし。いい。あ、ちょっと左。大丈夫。あ、惜しい。大丈夫大丈夫。もうゲットしてる？もうだって1から2個でしょ。ハートバックと、そう、練習バック。練習バック。なるほど。うん。もう2個ゲット。もう2個ゲットです。次買ったら、ボストンバックが入ります。佐藤さん、もう2個。ありがとうございます。ありがとうございます。今の。開けたい気はいっぱいあるんですけどね。まあ、うちの子はまだ頑張ってくれると思うので。あげたいのはあげたいんですけどね。じゃあこの3個勝たないとライブ配信出ないから、うん、まあ、僕らじゃあこの調子で全部勝って全部もらうっていう。そうですね。でもせず。次の方でいきますか。はい、ね、はい、行こう。よし、ドライバーで打ちます。開いたわ。でも、うわ、超えた。大丈夫。いや、
焼きました。これ滑らない方から打たない方がいいですか？足が滑ったりするんだよね。あ、滑った。こう、ズリって。あー。そう、と思ったんだけど、ちょっとつま先下がってるよね。うん、でもまっすぐまっすぐ、うんうん、パー5だから、まあ、絶対パー4だ。バーディーチャンス。バーディーではない。もうバーディーチャンス。ピンまで162ヤードです。ミッチショットじゃないですか、うん、得意なグラブなはずなのに。おかしいな。得意なはずなのに。旗が見えない。55 5万ユーティリティです。やばい。レギン。初めてピンチ。初めてピンチ。今どんな感じでした？ほっとした感じですか？そうですね。ちょっとチャンスだなって思って。チャンス。今出てやったと思ったのに。入ってたよ。さあ。なんてこった。対決になるとちょっと意識しますか？そうですね。やっぱ力入りますね。あとまあミスしたくないみたいな気持ちが強くなっちゃうんで。どうしてもね、なんかミスも出るし、出ない時もあるし、まあちょっとどっちが出るか、その日のコンディションにもよりますよね。なるほど。やっぱ気になっちゃう、失敗したくないっていう、はい、うまい。青木バンカー、ジュン。同点は、アリサちゃん勝っちゃうから、ダメだ。私が外したら OK でしたけど。優しさじゃないんだ。私が外したら OK ね。そしたら、私が入ったら、出せます。でも入ったらアリサちゃん勝ちだからね。そうですね。そう、これ入ったらアリサちゃん勝ち。なんか結構長いね、距離が。意外に長く感じる。そうなんだよね。それは絶対入れなきゃ。おー、ナイスです。シシュ、シシュです。アリサちゃん1ポイントゲット。見てください。粘り勝ち。粘り勝ってはないけど。点取られましたね。女王がもう安定しちゃってますね。前半のゆるゆるとだいぶなんか空気が変わった感じですよ。本当に。うん。